大家早安、おはようございます。坂本です。台湾滞在28日目始まりました。今日はですね、ガオションにある台湾新幹線の駅からスタートになります。前回のね動画で、25、26、27日目の3日間で、台北からねそれぞれ台中、台南、ガオションにいる友人、知人に会いに、やってきたんですけども、もうね早速帰国が迫っているということで名残惜しいんですが台北に戻ります。で、今までもう約1ヶ月滞在する中で台湾新幹線に乗る機会がなかったんですよね。というのも、新幹線っていうだけあって、ここガオションから台北までだいたい1時間半くらいで着いちゃうんですよなので私1ヶ月かけてね台湾一周してたので、ね、1時間半でこう南から 北に移動できてしまうと、もうすぐにね帰国できちゃうので、私はあえて乗らずに台湾鉄道だったりとか、あとは途中バスに乗ったりとか、かなりこう寄り道しながら北上してたっていう形になります。はい。で、この台湾新幹線ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、日本のね東海道新幹線かなを、ベースにして作られているっていうこともあって、かなりね日本の新幹線に出るので、この後ぜひぜひ見てみてください。あと地名なんですけど、さっき私がいる駅ズオイン、左の営業って書いてズオインっていう駅になるんですけど、ここがねガオションにある高速鉄道の駅になります。で、他はね見たことある地名なんですよ。台南にある、駅は台南だったり、台中、台中は台中だったりするんですけど、ここガオションはこの通りズオイン、ズオインって言います。で、なんかいろいろ調べてみたら諸説あるらしくて、本当はこのズオインの先にも高尾、ガオションっていう駅ができる予定だったとか、そうじゃないとか、ちょっと私も何が本当かは分かんないんですけど、ガオションだけはガオションっていう名前の駅じゃないっていうところをぜひご注意ください。ズオインになります。そして重ねて、ここのズオインの周りにも台湾鉄道の駅と、あと MRT の駅もあるんですよ。なのでね、アクセスはね比較的楽だと思います。ただね、名前がちょっと違っていて、ここのガオティエ、新幹線ガオティエはズオインで、台湾鉄道台鐵は新ズオインで、 MRT 地下鉄は、ガオティエズオインだったかな、ちょっとずつ違うんですよ。なので乗られる方、ぜひね混乱しないとは思うんですけど、ちょっと名前が違うので、ぜひガオションに遊びに来られる方、新幹線で乗られる方多いんじゃないかなと思うんですけど、ぜひぜひお気をつけください。はい。でね、私が喋ってる間に出発したんですが、はい、念願の新幹線でございます。そう、まずこの日本の新幹線をベースにして、作ってあるっていうことを聞いてて、私も何回か東海道新幹線乗ったことあるので、すごく楽しみにしていました。でね、中はね本当に日本の新幹線みたいでした。もう本当語彙力がないんですけど、で、大体ガオションから台北まで1時間半くらいで着くので、大体東京名古屋間くらいかなの距離で行けちゃいます。そう、もうね本当に早くて感動してました。はい。で、あと皆さん、NHK の、ドラマでルーっていうドラマやったのご存知ですか。ハルさんと、あと台湾の俳優のアーロンさんが出てたドラマで、この新幹線ができるまでというか、その物語をね描いてるんですけど、それもね私見ていたので、すごくね楽しみにしていました。アーロンさんはねいなかったですけどそうそう、本当にねあっという間でした。で、お値段は、確かに他の移動手段に比べて比較的高めというか、値段はするんですけど、たださっき言ってたように、日本の鉄道の料金に、運賃に比べてかなり安いんじゃないかなって思うので、ご旅行でねいらっしゃる方とかって結構
お時間ね、その週末の1泊2日とか2泊3日を利用して台湾に遊びに来られる方とか多いと思うので、ぜひねこのガオティエうまく使って1時間半くらいで台北とカオソンの間行き来できるので、ぜひぜひ乗ってみていただけたらなと別に回し物でもないんですけど。でなんか外国人割引で私予約して乗ったんですけど、そういった割引もあるみたいなので、ぜひぜひ調べてみてください。で、あっという間にですね、喋ってる間に台北に戻ってきました。そう、あとね、切符は降りた後も出てくる形になるので、ぜひ思い出に持って帰ってください。はい、ということでね、大都会台北でございます。でね、今日天気は快晴ということで、台湾着いた日も次の日も雨で、でまあ人面行く前も台北いましたけど、まあねちょっと帰国の準備とかでバタバタしていたので、まあ、実質今日がね台北をゆっくり歩いて回れる日かなということで、早速ね今日泊まるドミトリーに荷物を置いて街歩きスタートさせることにしました。ちなみにね、今日のドミトリーも台北駅の近くのドミトリーになります。はい、でまあ台北は MRT もあるしバスもあるので、どこに行くにも便利ではあるんですけど、まあ私一回荷物を置きたいということで、まあよく台北駅の近くに取ってたかな、宿っていう感じですね。やっぱね、どこから帰ってくるにしてもまずは台北駅に戻ってくるっていう感じだったので、はい。でね、今日街歩きに選んだ場所なんですけど、この台北イーリンイーの付近になります。はい、でここのエリアはちょっと歩いたことがなくて、台北イーリンイー自体は最初にね台湾に遊びに来た時に行ったことがあるんですけど、そうなんかね、おしゃれなエリアかなと思ってて、こんなシャボン玉もめちゃくちゃ飛んでくるような場所で、周りには商業施設とか、あとはまあ高級ブランドのお店とかたくさんあって、で普段私そんなにお買い物とか、まあ、日本にいる時もそうなんですけど、あんまり物欲がないのでしないんですよね。欲しいものがある時は別ですけど、はい、なのでちょっとね来てみたかったんですよ。で、そうストリートミュージシャンの方がいたので、ゆっくり聞きながらボケーっとしたりとか、でこの付近をねちょっと歩いてみたりとか、風はちょっと強かったんですけど、もう、まあ、雨が降ってなかったらもうこっちのものっていうかね、これで雨が降ってしまうと傘させないんで大変なんですけど、すごくねお散歩するのには最適な日でした。で、あと一つが今日のね夜ご飯なんですけども、ちょっと食べたいものがありまして、そのためにですねちょっとお腹を減らせようということで、一生懸命ちょっと歩きたいっていうのもあって、頑張って歩いてます。そうそう、であとねこんな感じで、台北は、まあ、私調べなんですけど、台湾一周していろんな街に行きましたけど、交通マナーというかは一番いい場所じゃないかなと思います。まあ、結構各地でもう目の前で事故起こるんじゃないかなっていうような危ない場面何回も見たんですよ。なんですけど台北ではそういうのがなくて、あとは何だろう、譲ってくれる方が何人かいましたね。他のね街もそうなればいいなと思いながら歩いてたんですけど、あ、夜ご飯始まりました。そう、今日ね私が来たかったのはブッフェになります。でブッフェはブッフェでも、ベジタリアンのブッフェ、素食っていう、素食って書いて素食って言うんですけど、日本語でなんかベジタリアンでいいのかな、菜食主義の方、野菜中心に食事を取られている方のブッフェのお店になります。で台湾では結構ねこの素食のお店があちこちにね、そう至る所にあって、私もね食べてみたいなとは思ってたんですけど、
私すごいお肉好きっていうのと、あとはそう、なんか私なかなか冒険できない性格なので、いや、なんか一歩がなかなか踏み出せずにはいたんですけど、いろいろね調べたんですよ。やっぱ帰国する前に食べてみたいってことで、そしたらなんかおしゃれなブッフェのお店が出てきたので、ちょっと挑戦してみようということで来ました。もう私こんなねおしゃれなパイ包みのシチューなんて食べたのことあるかなっていうくらいなんですけど、まあ、さっきもちょっと映りましたけどね、こういうおしゃれな感じの料理がたくさん置いてあって、まあ、私初めて食べたんですけど、すごく美味しかったです。で、全部ね食べたもの美味しかったんですけども、中でも一番美味しかったのがこの実、一番上にあるピンクグレープフルーツの上にキャラメルが乗っていて、それをなんかの焦がしてあるやつ、なんだろう、なんかありますよね、そういうキャメリゼ、なんだろう、すいません、なんかそういうおしゃれなものの用語がわかんないんですけど、それがね本当に一番美味しかったです。最初すごい酸っぱいものと甘いものって合うのかなと思ったんですけど、もうこれが本当に一番美味しかったです。で、あとスイーツだったりとかもあるし、いやもうね、今日ほど胃があと4つ欲しいなって思った日はなかったですいや本当ね、胃もお腹もなんかもうもっと食べたかったなって思いながら、食べれる、まだ食べれるって自分に言い聞かせながらね、ずっと食べていました食いしん坊なので、はい、なのですごいね、スースーのデビューすごく楽しく終えることができました。次にね来た時は本当にあちこちにスースーのお店があるので、ローカルなねお店もちょっとチャレンジしてみたいなと思います。そう、なんかねすごいね可愛いんですよ、この人参のキャラクターとかも、写真もね撮れるようになってます。はい、でね、私はもう大満足で、この日はねもうドミトリーに戻ることにしました。ね、やっぱこの辺歩いてると夜になってもやっぱり、ね、なんていうんですか、もうパリピみたいな、もう主語ですかねみたいな人たちもすごいいっぱいいて、なんか夜ね楽しそうな街だなと思って帰ってきました。すいません、本当にもうお腹いっぱいでね帰ってきてくつろいでいるんですけど、ダブルベッドのドミトリーなんですよ。もう最高にね広くてゆっくりできましたはい、ということでね、今日のまとめに入りたいと思います。台湾滞在28日目はガオションからここ台北に戻ってきました。でね、初めての台湾新幹線に乗ってきたんですけども、すごく楽しかったです。鉄道にね乗ってる時間すごい好きで、タイティエもねたくさん乗ってきたんですけど、ガオティエは初めてで、いやもう正直ね1時間半と言わずもう少し乗っていたかったくらい、なんか快適な時間になりました。で、戻ってきてお散歩してブッフェに行ってっていうような一日だったんですけど、すごくね満足しました。まあ、何より晴れてる日の台北で、雨の日ってどうしても外出渋っちゃったりしません？旅行でも。私結構雨だったら、じゃあホテルにいようとか割と思っちゃうタイプなんですけど、今日はね晴れてたのであちこち見て回れて本当に気持ちよく過ごせました。でね、明日がもう台湾で過ごす丸一日ね過ごす最後の日になるんですが、もうね空港の方に明日移動します。なので桃園の空港、桃園の五字字山の様子も少しお届けしながら、まあ、実はね空港に泊まります。そう、空港の中にあるドミトリーに泊まるので、その様子もね中心にいろいろお伝えできたらなというふうに思っております。今日28日目で、あと動画は2本になります。これまでね見てくださった方、本当にお付き合いいただいてありがとうございました。あと2本ありますので、どうかこのシリーズ見届けていただけると嬉しいです。はい、それではまたね来週の金曜日お会いできたらと思います。
それでは皆さん、おやすみなさい。大家晚安、バイバイ。